香港チャンネル。セサミンが4畳か5畳かって話して40や5畳はでも俺はでも余る4畳でいやめっちゃ余んねんうちなんでだから4畳だから余計余るんだよだって5畳でも余んねん聞いてよほんだサントリーにでもあの俺帰ってから見たけど4畳って書いてあるそうやろほんで何日で亡くなるのあれえな9え30日で亡くなる計算やねんで3、4、12、ほら30日じゃん120畳やん、うん、もっと入ってないあれなんかパンパン入ってないやねん夢のポケットみたいに言うなやなビスケットが2つになったみたいないやいやほんまほんま古いねえ分からんその例えほんまねなんで見えへんやつに突っ込んでな一人でもっとこの今の政権はどうとか聞いてみほんまにうんちゃうねんかわいないねほんまに最近ほんまにあごめんな話変わるけどなんで俺が謝らなかったの俺らそうやねなんやねん関係ないやんあの俺ら客やんなんやんそこ立ってほんまにななんで俺も謝ってんごめんなちょっと話変わるけどあのマイメロってなんで入ろうマイメロってあのいやマイメロディーサンリオのカクンみたいなやつがあるやんカクンっちよりかあのワイドなショーでやってて俺ほんまびっくりこいたあれ何ジェンダーがどうのこうのみたいな話になって、マイメロのママがなんかその80年代かなんかやねあれ、その俺なサンリオのキティちゃんやろウサギが言うとんのやろあれあの女の敵はあ女みたいなことそれがあかんから販売中止なってね、うん、なんか架空みたいにすごいバカいたるよそういう、そう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 、うん、知ったんかい知ってます、うん、私この前東京タワー行った時にサンリオフェアみたいにやってて、うん、お前引くであんなもんな関係ないっちゅうねほんで、ねタレントが女のタレントが出とってなんか言うとったわその知らん間にすり込みになるからっていやいやそれ親がそういうことをいやこれはこうやでっていうことを協力、教育したらええだけのことやん放棄やん、うん、何やあのそういう考えの持ち主なんでかな民主主義のくせしてマイノリティの意見がすごい強いじゃん日本もう民主主義やめてええねん、うん、ほんまに腹の立つほんで松本さんがやでだからはっきりなんでやめたか発売を中止したかでなんで発売を中止っていうかそういうクレーム入れたっていうことをもうやめたことで手打ちはあかんと議論せえってそりゃそうやん何打つええ話してんのにな、こっちの顔お前らほんま夫婦で夫婦ちゃやんけややこしい関係や言うてたよお前ああもうサーファー嫌いやねんね、うるさいねそんなとこで、ね、めっちゃ映るとこで申し訳ございませんうずらたまうずらでーすそうそれでほんまにいや俺はただぼーっとおもろいから見てるだけやねんけども腹立ってくんねん、その前飲んでもほんまにオミクロンのことでも腹立って腹立ってなああれかってひどかったな三文字の清水さんがってな日本地図津波邪魔発言もう何でももうええの言うてやったろうと思ってこどうせテレビ出えへん出えへんちゅうか出えへんのじゃ出してもらわへんねんアホ出えへんってなんや俺出たいめっちゃ出たいねおい米っていうかああいう種類で一番好きなの何か知ってる知らんやろうなもち米ああ
赤飯好きやね。あ、私も大好き。あ、たまに饅頭屋とかで、ね、売ってるやん、お餅屋さんとか、うまいよな、うん、で、あの何化学薬品みたいな塩、うん、塩ごまねごま塩、うん、あれあれあれ普通の塩やったかもんな、うん、あれやからええねんな、うん、なんか塊みたいな。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますのでよろしくお願いします。香港からのお知らせでした。